はい、えー、二宮演じました江口拓也です、えー、本日は、えー、足を運んでくださり本当にありがとうございます短い間ですが、えー、楽しんでトークしていきたいと思いますよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いいたします、えー、続きまして、えー、監督お願いいたしますはい、監督の桜木雄平ですよろしくお願いします本日はご来場いただきありがとうございましたよろしくお願いします <laughs> ありがとうございます 2人あのとてもプライベートで親交があるというふうに聞いたんですが <laughs> あの行きつけのお店がたまたま一緒だったんですよ。とてもオーセンティックなバーで、ね、そうオーセンティックなバーで,であのマスターにつないでいただいたというかあそうなんですか、はい、あのやっぱ業種的にも近いんじゃないかということで <laughs>、えー、あ,のあるときに。 ご挨拶させていただいて、はい、そこからやっぱりそのお店に行くと、はい、たまにいらっしゃったり、逆に僕が先にいたりみたいな感じで、はいえー、一緒になった時はあじゃあ一緒に飲みましょうよみたいな感じで、えー、お話しさせていただくっていう感じの中ですね。なるほど。はい。監督はどんな印象だったんですか最初は？頭緑のやついるな。<laughs> <laughs> そうなんですよ。僕いろんな髪色をするの好きだ。 好きなんです今までも好きなんですけど,今,すけど今はねだいぶ落ち着いてるんですけれども緑の時もあれば、はい、えピンクの時もあって水色の時もあれば何、はい、な,ならもうレインボーの時もあるしみたいな <laughs> 結構いろんな髪色すること好きなんですけど, <laughs> ど、まあ、だから最初は,、ね、最初はやっぱりやばいやついるなみたいな感じだったんですかねでも髪の色で時期が分かりやすくて <laughs> 確かに <laughs> どの時期だろうみたいな。 なるほど。キャラクターについてもちょっと話していきたいと思うんですが、はいえー、こちらちょっと後ろに絵が出ますかね。はい、ニノというキャラクターなんですが、はい、こちらの監督あのこのキャラクターを江口さんにやっていただいた理由とかそういったところってあるんですか。えっと今回あのなんていうかめちゃくちゃイケメンのモテるキャラではないんですよね。はい、はいはい、はい、ただこう一応そのエツコが恋愛感情を持つキャラクターで、はいはい、その なんというかこう男性が見ても女性が見ても嫌悪感が持、はい、たれないラインを狙いたくてその時に江口さんの声がすごい合っているなと思いや本当に二宮の絶妙なラインというかそのまあ恋愛感情に等しい感情なのかわからないですけれどもやっぱり。 なんかやっぱ熱いところは熱いところがあってでもやっぱり鈍いところは鈍いところがあってみたいな <laughs>、うん、そういう部分だからこそあのだって例えばこの年代で部活動があって自分以外異性で固められましたって日寄りますよでも彼はやっぱりボートが好きで、はい、ボート部できるのは嬉しいってやれるし、はいはい、ボートという共通事項があったらやっぱり語り合えるし、はい、みたいな感じの。 なんかやっぱり絶妙な感じ放り込まれても情熱、うん、を持っている会話があるから成立するというかだから、ある意味そういった意味ではフラットになれる人物なんだなと思ってそういう部分はすごいあ会話を投げかける時もやっぱり意識しましまたねあの,あの転生したらえつになりたいもん。<laughs> うん <laughs> あそこに青春が詰まってるから、ね、なじゃあんかそういうキラキラを感じなかったからこそ、はい、なんかすごい体感したいなって続編作るときは転生したらやばすぎる全然違う <laughs> 全く違うものになりそう<笑><笑>はいありがとうございますはい、ありがとうござお待ちしております、はい はい、じゃ、それでは、あの、皆さん頑張っていきましょう。こうやって、じあの、ね、ラスト、はい、の、ラストの、ラストの、ラストの。いろんな方もみんな笑顔でお願いします。でお願いしますはい、もうちょっとお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ますそれでは、すみません、こちらのカメラもお願いいたします。ありがとうございます。はい